ました。楠本翔太選手、乗り出す馬は王信、日本大学馬術部からの出場です。このコースは規定タイムが72秒ですので、72秒を超えるごとに1秒ごとに1点のタイム減点がついてしまいます。サトライマスタートいたしましたのは日本大学馬術部の楠本翔太選手と王信。楠本選手は奈良県立矢野部高等学校から日本大学スポーツ科学部に進学いたしました。現在4年生の選手、馬歴は15年ございます。さあ、そして先週北海道のノーターンホームパークで行われました全日本学生の選手権競技、見事優勝いたしました選手。王信はオーストラリアで生まれました。オーストラリアモームブラスト、17歳になります。女性最短のメンバーです。さあ、ここまで減点がなく最終ラインに入ります。トリプル障害 A、B、 C 障害の綺麗に抜けてまいりました。最終12番。さあ、この障害も綺麗にクリアし、ゴールです。総合タイム68秒95、見事減点ゼロでのゴールでした。スタジオ内は4番目の選手です。石川武選手、乗り松馬はパトリシア M、 明治大学馬術部からの出場です。